結局居候に逆戻りか。しかも呂布の下でよ。民のために戦ってたはずが、気がつけば呂布のためになってやがった。兄者、兄者のやりたいのはこんなことじゃねえだろ。よくとくよさぬか。お主にも一片の責任はあるのだぞ。良いのだ雲長、よくとくの言う通りだ。目の前の者を救いたい、そう思って呂布を迎え入れたが、結果として助手にいらぬ戦乱を招いてしまった。私はどこで間違いを起こしてしまったのだ。劉備殿、呂布が可否より出撃したとの知らせがありました。まっすぐこちらへ向かっているとのこと。狙いは劉備殿でしょう。チッ、本性を現しやがったな。俺が今度こそぶっ潰してやる。待て、可否から勝敗へ移る際、我らは多くの兵を取り上げられている。少ない手勢で呂布軍とまともに当たっても勝ち目はあるまい。じゃあどうすりゃいいってんだ。このままここで黙ってろっていうのかよ。劉備様、巨匠より急報です。巨匠、曹操からだと。どのような内容だ。はっ、勝敗から巨匠へと移られれば劉備様を保護するとのことです。はっ、そんなもん誰が信用するか。奴はこの徐州へ攻めてきた奴だぜ。罠に決まってる。放っておこうぜ兄者。急ぎ伝えてくれ。今より我ら巨匠へ向かうと。はっ。おい、正気か兄者。雲長の言う通り、今の我らに勝ち目は薄い。この窮地を生き延びるには曹操の申し出を信じるしかないのだ。承知いたした。ならば我が刃にて兄者の結露を開きましょうぞ。兄者が信じるっていうなら俺はそれに従うだけだ。巨匠まで一気にかけるぜ。園長、よくとく、一緒にとどまれぬ私の不甲斐なさを許してほしい。だがここで果てるわけにはいかぬ。私にはまだなさねばならぬことがあるのだ。今の私たちでは呂布軍にはかなわぬ。雲長、よくとく、曹操殿のいる巨匠へ向かうぞ。味方が各地で呂布軍と交戦しています。できる限り救出しながら進むべきかと。おやおや、今頃可否に何の御用ですかな。戻る地をお間違えとは言葉もありませぬ。陳宮、こたびの戦はお前の入れ知恵だな。あなた方は呂布殿が徐州を治めていることを快く思わなかった。
ゆえに変な気を起こされる前にこちらが行動を起こしたまで。おとなしくこの地より去っていただきましょう。神宮殿、光純殿、宗波殿がやられた。我々では残った兵を統率できぬ。えい、嘆いていても仕方がない。前線から火器の防衛に人員を割こう。少領様に伝令、火器より応援要請です。神宮様、光純様、宗波様、敗走とのこと。救援したいが、私は巨匠を守らねば。誰か可否への加勢をお願いしたい。勢いは我らにあり、ここで劉備軍を滅ぼしてやるのだ。遠心あるのみ。みんな、呂布軍を食い止めよ。この城は何としても死守するのだ。くそ、どうなってるんだ。劉備軍の方が強いなんて、そんなはずは。よし、ここで防御態勢を取るのだ。バカな、最強の俺たちが押し返されたんだと。最強の俺たちを忍ぶとは、上には上がいるってことか。みんな、劉備様のために命を捨てよ。一兵たりとも敵を通すな。無理にカッコつきやがって。お前、こいつらを叩きのめすぞ。ここまで抵抗するとは。敵将、討ち取ったり。大したもんだぜ、兄者。さては、援軍を立ちに来たか。前進あるのみ。さすがですな。俺の活躍の場、残しといてくださいよ。呂布に言われたから援軍を出しただけだ。それなのに、なぜわしがこんな目に。邪魔する者は、民であろうと討ち果たせ。こんなところで戦をしないでくれ。誰かお助けを。より前例、炎術様敗走とのこと。一大事だな。俺は持ち場を離れられん。他の将に炎術様の安否を確認させよう。劉備軍を食い止められぬとは。炎術様、申し訳ありません。ここを通りたくば、私を越えてみよう。超軍へ押して参る。全身あるのみ。どいてくれ。大したもんだ。
少量を手こずらせるとは。生意気な奴ら、俺が潰してやる。我が渾身の策を喰らえ。我が大使、果たしてキラどもが小尺な真似を。劉備を取り逃がしたか。よくだろ、申し訳ござらぬ。バカな、俺が負けただと。次に会ったら命はないと思え。兄者、なんとか逃げ切れましたな。あとは巨匠へ入るだけです。しかし、なぜ曹操殿は私を招いたのだろう。今はその行為にすがるしかないが。俺が可否を取られなきゃこんな目には。次こそは呂布を叩き潰してやる。巨匠へようこそ。私からの伝言はちゃんと伝わったようだね。あなたは。ああ失礼。私は各方向曹操殿の軍師を務めている。で、何の企みがあって俺らをここへ呼んだ。計算高い曹操殿のこと。ただ呂布の手から我らを救っただけとは思えぬ。疑り深いね。そう警戒せずとも大丈夫だよ。まずは戦の疲れを癒すといい。夜は盛大に歓迎の宴でも開こうか。ああ、その前に劉備殿には曹操殿の元へ行ってほしいな。首を長くしてあなたをお待ちだから。どうやら二人きりで話したいことがあるそうだよ。曹操殿が私を。遠州も元の豊かさを取り戻しつつあるな。呂布の侵攻による混乱も思いのほか早く収まった。これも陛下のご意向あればこそか。確かに陛下のお力もありますが、それ以上に屯田制の効果が大きいでしょう。戦時以外、兵は畑を耕す。明暗ですね、曹操殿。みんな嬉しそうに畑を耕してるぞ。毛徳、お前の評判も高まっているようだ。各地から続々と将や兵らが集まっている。今曹仁が取りまとめているところだ。そりゃすげー。殿の立派さが天下に知れ渡ってるってことですね。それについて一つお耳に入れておくべきことが。集まった者らの中に劉備の姿があります。劉備は呂布に攻められ徐州を追われたそうです。曹操殿の元へ来たということは、剣道将来を期し共に呂布と戦えないかと頼ってきたのでしょう。劉備か。純育、お主はどうすべきだと思う。劉備は断りよりも情を尊ぶ男。曹操殿と相入れることはないでしょう。純育殿の懸念はごもっとも。ですが劉備は民から絶大な人気があります。無下にすれば曹操殿の世評が下がるでしょう。今人心を向こうに回すのは得策ではありません。逆に劉備を受け入れ厚遇すれば、曹操殿の器の広さを世に知らしめることになるかと。今回は各家の言を取ろう。毛徳、俺は反対だ。
純育の言う通り、劉備と俺たちは相入れん。力をつける前に始末しておくべきだ。確かに劉備は刀剣につき徐州で争った。だが奴の人を引きつける力は使いようがある。あれは才などではなく、ただの性質であろうがな。それに劉備を仲間にできれば、奴の義兄弟も我らの戦力に組み込めよう。よいな、カコートン、純育。承知しました。殿のご判断に従います。カコートン、わしは劉備と会う。手はずを整えてくれ。わかった。お前は一度言い出したら聞かんやつだ。天衣、巨長、お前たちは劉備の連れを見張っておいてくれ。曹操殿、ん？なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私を。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、そうは言っておれぬやもしれんな。失礼した。しかし英雄などと、私はこの通り雷にも驚くような男なのだ。ふん。劉備よ、お互い己が目指すところを全うしたいものよな。おめえら、御大将の心の広さにつけ込んで悪さしようって腹じゃねえだろうな。てめえらこそ兄者を人質にして俺たちをこき使おうってんじゃねえのか。よさぬか、欲得。天衣も仲良くするだよ。待たせたな、雲長。欲得、曹操殿の厚情心から感謝します。今回お借りした兵は必ずやお返しします。では我らはこれにて。申し上げます。縁の長州殿が降伏してまいりました。ついては曹操様と直接会談をしたいと。そうか、すぐに行こう。殿、いいんですかい、そんな簡単に相手のところに行っちまうなんて。長州とわしの戦力差は明らか。奴が降伏を選ぶのは道理よ。じゃあ、おいらたちも支度するだ。曹操様、ちょっと待っててほしいだよ。いや、こたびはついてこずともよい。お主らのような異常夫がわしの後ろにいては、長州が怯えて話もまとまらぬであろうからな。遠からず、わしと袁紹が雌雄を決する時が来る。その前に、中原は平定しておかねばならん。長州がすぐに降伏してくれるならば話が早い。故に今回はわし一人で行くのだ。曹操様一人で大丈夫だか。天佑、おいらなんだか心配だぞ。ああだな。よし、こっそりついていくか。
じっと待ってるなんざわしの性に合わねえしよ。でも曹操様はついてくるなって言ってただよ。怒られないだか。わしとおめえ二人だと目立っちまうが、一人なら大丈夫だろ。んじゃ、巨長よ、留守番は頼んだぜ。曹操は気味が悪いくらい俺らをもてなしやがる。何企んでやがるんだ。わからぬ。呂布を共に討つためなのかと思ったのだが、そうではない様子で。これからどうするよ。兄者が奴の臣下になるってんなら、俺はそれに従うぜ。いや、今は庇護に甘えているが、このままでいるつもりはない。曹操殿は私を警戒している様子。遠くない未来、相入れぬ敵とみなし、我らを攻撃してくるかもしれぬ。今は甘い顔してるが、取り込めないと分かれば潰すってわけか。けっ、曹操の考えそうなこった。そうとなれば、できるだけ早く次の一手を考えねばなりますまい。次か。そうだな。だが、今しばらくはここで世の情勢を見たいと思う。私の取るべき手、それを見極めるために。では曹操殿、何とぞよしなに。うん、承知した。長州殿の身の安全、このわしが保証しよう。恐悦にございます。つきましては、我が配下の格が心ばかりのもてなしをさせていただきたいと。長州、貴様。殿は！おお、悪来、お主なぜここに。へへ、すいません、勝手に来ちまいました。殿はわしが何としてもお守りしやす。早くこっから脱出しましょう。己、護衛を伏せていたか。皆の者、曹操を取り囲め。絶対に逃がすな。東側の門から脱出し、巨匠へ向かう。頼りにしておるぞ、天佑。吐かせてください。帰って、加工殿の旦那に叱られやしろ。どっからでもかかってきやがれ。悪来天意の真骨頂、見せてやら。失礼します、加工殿殿。先ほど曹光様の部隊より緊急の応援要請が。何だと。確か曹光殿は曹安民殿と共に炎上周辺の警護に当たっていたはずだね。炎上には今曹操様と天意がいるだよ。何かあっただかな。おいら心配だぞ。この状況で炎上からの応援要請、まさか長州の降伏は。ちっ、すぐに兵を集めろ。急いで炎上に向かうぞ。時間の問題か。これでも食らえ。殿、早くお逃げくだされ。よし、あと一息だ。このまま押し込んでしまえ。無駄なあがきを。みんな、絶対に曹操を逃すな。お助けくださるとは、ありがとうございます。曹操の息子、親子ともどもここで葬ってくれる。
ク殿にお任せしよう。お助けせんとして逆に窮地に陥るとは面目ありませぬ。一丁上がりだぜ。そろそろ核に言われた頃合いだ。みんな一斉に弓を追いかけよ。おとなしく首を差し出してもらおう。止め。くだされ、目を果たすことができなかった。ここまで来てしまったか。さすがは想像だ。だが、奴を撃つには今しかない。最後の策にかけるとしようが。俺からのもてなしはこれだ。迎撃部隊、そうそう狙え。ふんだ。逃がせ。一丁上がりだぜ。俺がやられるとはね。ここで仕留めるつもりだったんだが。殿、出口まであともう少しでさ。このまま走り抜けてください。アクライ。なしでさ、殿。さあ、行ってください。温帯詳細逃げ切りゃ、わしの勝ちよ。旦那、協調。あとは任せたぜ。猛毒、無事か？すまぬ。長州の降伏を真に受け、奴の軍師かくなる男の罠にはまってしまった。わしを逃がすためアクライがまだ炎上で戦っている。すでにかなりの深手を負っていた。向かったところで間に合わぬやもしれん。それでもわしはアクライを救いたいのだ。わかった、すぐに炎上に向かおう。お待ちください。相手は曹操殿に罠を蹴取らせなかった策士。ただ突入するのは危険です。曹操殿が戻ることも想定に入れ、さらなる策を仕掛けている可能性もあるでしょう。
そうなのか。ではどうやって天衣殿を助ければ。陽動を起こして敵の目を引き、その間に敵の手の内を調べましょう。敵の軍師が何を仕掛けているのか、その大枠さえ分かれば手は打てます。よし、司祭は各官に任せる。皆急ぎ炎上へ向かうぞ。陽動部隊には敵を引きつけてもらう。その間に私たちは敵の策を探ろうか。曹操殿を追い詰めた軍師か。なんとか彼に一泡吹かせたいものだね。せいや、せい、参る。めっ、そいや、どれや。深く敵の石膏を取り逃がしたか。策が漏れでもしたらどうすれば。一時はどうなることかと思ったが、これで情報を閣下殿にお渡しできる。拙者の部、何人にも砕ける。どうするか。おや、さて、盗みとは厳罰に値する。この私が処断しよう。味方を攻撃している。反乱だ。右近殿が寝返ったぞ。何をしているかとお尋ねか。盗みを働いた者を処罰したまで、軍旗を乱す者は戒めねば。戦場であろうとそれは変わるまい。すでに与えるべき罰は与えた。私も進軍し遅れを取り戻そう。裏切ったわけじゃなかったんですね。それにしても怖かったな。角度の策が見破られたのか。かけ部隊は策の要、何としても守り通す。おりゃ、敵の狙いはこの地と見た。このども、守備を固めよう。どぎも抜いてやらな。守りきれなんだ。これでは角殿の策が成り立たぬ。おしょう、おれ様が討ち取ったぜ。わしらは陽動部隊だ。このまま炎上の礼派手に暴れねばな。まずはこの辺りの将を狙うぞ。無茶をするなよ、猛徳。参る。どれや。下と見よ。これが曹操軍の力か。一度引き、父上に援軍を要請しよう。どれや。まさか曹操軍に嗅ぎつけられるとは。いいか、家計部隊を守りきるぞ。どれや。仕事見よ。ここが狙われるなんて、敵の軍師角殿に匹敵する知恵者か。敵将徐光明が討ち取り申した。出りゃ、よし、大暴れして敵を城から引き剥がそう。そうすりゃ
天衣様はきっと助かる。策を蹴取られないためのやられ役引き受けるのではなかった。進軍せよ、惑わずひたすらにかけるのだ。やってやるぜ。角殿に言われた役目は果たしたか。ここは引こう。めぼしい敵将はいなくなりました。これで敵の目は引きつけられたはずです。おい、外の奴ら押されているぞ。なぜ格様は出撃させてくれないんだ。仲間の危機を黙って見過ごせるか。俺は出る。粗相軍を討ち取ってやる。敵の陽動と誘引は成功したみたいだ。進軍の命が下るまで戦線を維持するぞ。拠点を吸収するとは、長州殿への補給を断つつもりか。ここの物資が奪われれば炎上は持つまい。何としても敵を退けねば。ながら見事なものよ。長州殿のために用意した物資が、劉表殿は使命を果たせず面目ない。これで皆炎上に突入するだろう。さて、私も噂の軍師の顔を見に行こう。天衣様、炎上で交戦している模様。あの絶望的な状況下でまだ、いや、悪来ならば当然の働きか。小社寺様から伝令、敵軍が到来。曹操の姿も見えるとのことです。狙い通りだ。それじゃ家計部隊に合図を送ろうか。厄介な奴が来たようだね。小社寺殿と交流しておこうか。どうよ。角殿、火の手が上がりません。こいつはまずい。家計の策看破されてしまったが、敵の足場はぶっ潰しておかねえとな。そうそう、打ち出せぬとは。妙才のあざらは伊達じゃねえ。完膚なきまでに打ち負かされたね。とりあえず降参するしかないか。旦那方が奴らを片付けてくれたみたいだ。私はもう一踏ん張りでさ。まだまだ友の子のため全ての力を使い切る。死の元まで曹操軍が来ただと。バカな奴らは、そこまで強いのか。みんな迎え撃て。騎馬隊の力で今度こそ曹操軍を葬るのだ。どうよ。やってやるぜ。申し上げます。格様、
小社寺様が撃破されました。何？核と小社寺が奴らなくしてどう戦えというのだ。わしはここでしまいなのか。核よ。さすが殿でさ、わしもお役に立ててよかった。曹操殿は長州の降伏を受け入れていた。身の安全は保証されていたはず。それなのになぜ騙し討ちを。そう思うのが戦に勝った側の好きだ。だから利用させてもらったまで。曹操は袁紹との対峙を前に焦っているだろう。だから降伏するといえばすぐに飛びついた。こっちの方があっさり行き過ぎだと思ったほどだ。それがまさかあの異常夫一人にひっくり返されるとはね。いやはやお手上げだ。確かに天衣殿の活躍で曹操殿は難を逃れた。だがもし天衣殿がいなければきっとこの男、核の一連の策略、敵ながら見事だ。天衣は今しがた息を引き取った。ああ、そうそう殿、もう抵抗はしない。降伏でもない、降参だ。この命はもうあんたの好きにしてくれ。ならば書く、お主には我が軍に加わってもらう。ちょっと待ってください殿。処罰もなしってことですかい。処罰が必要であるならばまんまと罠にはまり悪来を失ったこのわしよ。軍師核の才と策を実行した長州の兵の連動、それらは称賛こそすれ罰すべきものではない。故にわしは勝者としてこの者らを欲する。核、もしやあなたはこの結末も読んでいたのかな。いやどうだかね。とにかく寛大な処置に感謝するよ、曹操殿。核か、お主は陣友と共にしばらくの間核から目を離すな。才は欲するが油断できぬ男であろうからな。わしは一刻も早く中原を抑え袁紹の南下に備えなければならぬ。次は徐州へと軍を進め可否を制する。敵はあの呂布となる。皆十分な体制を持って戦に備えておくのだ。天衣、ごめんな。おいらが一緒に行ってればこんなことにはならなかったかもしれねえのに。巨女よ、そう自分を責めるな。お主は命令を忠実に守ったに過ぎん。悪いのは全てわしよ。覚悟を仇を仲間とすることを悪来はよしとしてくれるだろうか。曹操様、天衣は恨み事を言うようなやつではない。毛沢、それは誰よりもお前が知っているだろう。そうそう、きっと殿らしいって笑ってますぜ。まあとはいえちっと寂しいでしょうな。殿、天衣に一献傾けましょうや。ああ、今夜だけは天衣の死を悼みたい。思えば
初めてまみえたのは山の中だった。虎よりも恐ろしい巨漢、噂話もバカにならんと思ったぞ。それが気がつけば殿の親衛隊長、一番の信頼を得た側近になったってんだから、面白いもんだ。天意はよ、すっごく強いのにオイラにもすっごく優しかったんだぞ。一緒に殿を守ろうなっていろいろ教えてくれてな。おいおい、何湿っぽくなってんだ。今日はあいつの思い出を魚に楽しくやろうってのが趣旨だ。そうですよね、殿。うん。あれ、殿までそんな感じですか。まあ、それならそれで。あの夜、お主がおらねば、わしの命脈は尽きていた。殿、ご無事で。アクライ、我が無双の盾よ。